はい、こんにちは。サッパ TV です。今日はね、紅葉を撮りにここに来てます。ここは長野県小諸市の海公園。海公園っていう場所。なんか昔のお城の跡地だね。で、ここがね、紅葉スポットになってるんだけど、ちょっと遅かった。結構ね、葉っぱが落ちちゃってるんだけど、まあ、ちょっとまだ少し紅葉見れるかなと思ったので、カメラを持ってここで紅葉を撮影したいと思います。ここがね、老舗の蕎麦屋なんだけど、とっても美味しい。後で食べてみるけど、ここのね、海公園っていう場所は、まあ、この小諸市で代表する場所の観光地スポットなんだけどね、紅葉スポットでもあるんだよ。お花見とかでもよく来るんだけどね。ここは結構最近になるとね、観光バスが入ってきて、あの外国の方、特に東南アジアの方とか中国の方、アジア圏内の観光旅行者は結構来るんだよね。僕は地元だから、なんかいつも見慣れてる風景だから何とも思わないんだけど、それでは行ってみましょう。紅葉撮りに海公園に。ここがさ、大手門って呼ばれる一番の入り口なんだよ。取れる？この門。あれ取れる？これが戦国っていう漫画知ってる？ここが戦国っていうアニメがあるんだけど、この小諸城を描いたアニメなんだ。ちょっと小さいな、小さいな。あっち綺麗だよ。ここの紅葉綺麗。ほら、この右側にある紅葉、真っ赤だもん。これ大きい、何、モミジの葉っぱが落ちててさ、小さいモミジと大きいモミジのこの葉っぱの落ちてる感じがいいね。ちょっとここで1枚撮ってみましょう。うん、秋らしい1枚だね。裏から取れるパターンのやつだよ。裏から、
ましょう。やっぱりね、なんといってもね、いくら体力勝負とは言ってもね、体力だけじゃ登りきれないのがこの坂道、ね何で登るかっていうと、ひとえに気合でございますから、私が今からね、ちょっと気合を入れますんで、皆さんにも一つお手伝いいただきたいんですね。何をするかっていうと、私がファイトって気合をかけますから、皆さんはこう言っていただきたい。出発！一発じゃない。そう、対象戦略の、ね、回し本じゃないですか、ね、出発でね、一つお願いします、はい、さあ、それでは本日は、横浜からのお姫様を乗せましてですね、人生初の人力車の旅に向かっていきますよ、はい、ファイト出発よっしゃー、いきます、エイッサー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 エイ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